クリアできるかな。行ってみましょう。あと応募数2体なんですよね。いけるか。頑張ろねえと思うな、これは。んだっけなぁ。やるしかないか。
ますね。トロコンしたわ。
いやいやいや、きつ。
よく花火ね。
初めて戦った時を思い出すね。
何が起こった今。
死にたとは思えんだ。
指笛をなんとかするか。今はいいんだよな。ダメや。で、12個しかね、やば。ないのか。やべえな。まあいいや、のんびりやります。いや、しょうがないよこれは。
間違えた。
まあ、おつえな。九郎様は月見楼があるミス・スキの一心様の夜鷹の今し一心若か。一心様より託されたものがあります。私からあなたに渡すようにと。ですがまだその時ではないようです。あなたが奥義を治め。分かっ、九郎様を。いいい。さてさて、いや抜けよう。
間かかっていて、
あ、そっか。水害まで来たいかな。
Thank you.
ブスだ。疲れた。生き残ったのかい。なんとなくは分かってるんだろう。あの片腕の鬼が元は何者だったのか。いいよそうかい、その方がいいかもしれないね。何の因果か炎素の炎に焼かれ鬼となり苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた。それだけのことさね。あんた、エンサはもう積もる先を失った。戦が続けば、世はもっとひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。はい。用はないんだよ。
てさて、今回はここで終わりですかね。次回最終回ということで終了します。